はい、今日はですね、グローリーの定額紙幣両替機 ER の80、こちらを紹介したいと思います。こちらですね、先週1週間前に、ジャンク品として取ったんですけれども、こちらの Facebook ページの方にもちょっと上げてたんですけれども、はい、ちょっとホッパーとですね、識別機の読み込みが悪いってことで、近くのリサイクルショップの方に紹介してもらいました。ホッパーの方はですね、IC チップの方を変えて、まあ、1枚しか出ないということで、ホッパーそのものが悪いっていうよりですね、基板の方が悪かったので基板交換してます。はい、あとですね、こちらの識別機の方も良品に交換してます。先ほども言いましたようにジャンク品だったんですけれども、かなり高額で買い取りました。理由はですね、ちょっと全体見ていただければ分かる通り、かなりですね、物がいいんですよね。使用感もほとんどなくてですね、まあ、どうしてここまでレベルが高いのにホッパーとか壊れてたかなっていうぐらい、まあ、程度がいいです。はい、番号はこちらですね。番号もいいですよね。だいたい市場出回ってるのは2000番台、中古で出回ってるのは2000番台、3000番台なかなか今出てきてないんですけれども、かなりいいと思います。はい、それではですね、いつものように動作チェックしたいと思います。ちょっと中も映してみましょうかね、動作チェックの前に。はい、まだ完全清掃済んでないんですけれども、これだけ綺麗です。外観はですね、ワックスかけますので、かなりいい状態で仕上がってくると思いますので、はい、じゃあ一回ちょっと試してみましょう。はい、問題ないですね。はい、じゃあ一回500円もちょっと試してみましょう。はい、問題ないですね。じゃあもう一回1000円ですね。はい、問題ないですね。2000円のとこ潰してます。まあ、つけなくてもいいってことで、いいだろうってことで潰しましたもん。はい、枚数の方は問題ないと思いますので、当社の方でですね、両替機は1ヶ月、保証がついてますので、先ほども言いましたように、1ヶ月を過ぎると有料にはなるんですけれども、ホッパーとですね、識別機替えはいっぱいありますので、どうぞですね、うちで、注文された方がいいと思いますので、まあ、両替機の方は、うちの方で、お買い上げいただくよろしくお願いしておきます。はい、それではですね、今日は、グローリーの定額紙幣の両替機、ER80、こちらを紹介しました。ありがとうございます。